ので、ちょっと可愛くなっていこうと思います。変なテンション。そして今日夜にできるかがわからないので、ちょっと念のため昨日信号機で行けば、やだよ、今日はちょっと、まあ夜メールしますね。はい、本日使うのはこちら、読めないジョンセムムです。これです。この下地は配信でまだ一回も使ったことがない。美容化粧ルーマー、そうだよ。ちょっと私は化粧品とか詳しくないのでね、なんだかわからないんですけど。おはようございます。今日使うのはマッキーの黒です。昨日言ってくださいよ。今日は本当にふざけられないんです。昨日の顔面だったらマッキー使ってたかもしれない。私のさ、メール取ってくださってますか皆さん。夜夜さ、今日の詳細を書こう、メールしようと思います。昨日は仕事してました。やだ、お疲れ様。そんなんでマッキー昨日言ってくださいよとか言っちゃって。一応ね、画面越しだと綺麗でも実際見たらあれってことありますから、ちゃんと一回一回鏡を確認していきましょう。あ、撮ってくださってますか。じゃあ大丈夫です。もう完璧。今日何があったんですかって。ポーチ変えたんだけどさ、タグ取るのめんどくさくてこのまま使う。私が今使ってる筆箱もそう、タグ取らないでそのまま使うっていうね。今日から3月末まで北九州に車両を探すしに行く旅に出ます。え、いいな九州。だから皆さん、私夜配信できるかちょっとわからないので、下地の重ね塗り、今日はよう喋ります。今気づいた。いやでも5分前とかからですから、やってたの。もともとめっちゃ肌綺麗ですね。これ画面越しだからわからないだけで、あのね、私今ニキビはないんですけど、そばかすがね、テニスとか水泳、屋外の大会とか出るともうひんどい日焼けをしてたもんで、しかもその頃ってさ、私日焼け止めの概念全くなくて、ちゃんと
外にいた分焼けて帰ってきてましたから、そばかすがすごくて、なのでニキビはないけど隠したいそばかすはあるので、ファンデーションはほっぺだけに塗ってます、いつも。こんにちは。そばかすってさ、なんか美容の治療しないと治んないのか。ニキビはね、なんかあのね、ずっと悩んでたの、高校生の時でも。アイドルになったら急に消えた。急にニキビできなくなった。おはようございます。まあそばかすが可愛いっていうタイプの人もいらっしゃるから、そんな言うほど気にしてはないんですけどね。メイクしてる時点で美しいね。ありがとうございます。やだ、そんなこと言われたらメイクしないで出かけようかしら。それは嘘だけど。でも今日はね、絶対にしようっていう感じなんだよね。あんまりこれパウダーしすぎると私乾燥するんで、あんまりしません。そしてこれ大事、キープミストは大事です。公演の時もしてる、キープミスト。これで落ちません。アイドル魔法ね、本当にそうなんだよ。でもね、なんかそれと同じぐらいのタイミングでアイドルなるちょっと前に、あれどこだ、軽井沢かな、どこかにお出かけしたんですけど、旅行、犬連れて。軽井沢って犬連れてても大丈夫じゃないですかってな感じで、あの家族全員で旅行してたんですけど、それでたまたま行ったお土産のお店にこんにゃく石鹸っていう球体の石鹸、プルプルの石鹸が売ってて、興味本位でお店に入ってみたんですね。でなんだこれって思って、またまた興味本位で購入したんですけど、それがめっちゃ良くて、その石鹸を使うようになってからニキビができなくなりました。無添加だから、なんかアトピーとか、アトピーの人とか赤ちゃんにも使えるとか、と全身対応し、顔じゃないところでも使えるみたいな感じだったんだけど、それでうわいいなってなってしまいまして、あ、そのこんにゃく石鹸ね、あのオンラインショップもあるから、私もうそれでえこれめっちゃいいわってなってから、オンラインショップでいろんな匂いのやつを、まあママに買ってもらってるんですよね。めっちゃいいよ。
軽井沢に住みたいな、なんか涼しいし。おはようございます。聞いてくださいよ、これさ、新しいメイクポーチなんですけど、なんですけどさって言おうとしちゃった。これがさ、前使ってたポーチの中で粉々になってしまって、それが起きたのが一昨日の公演の時。うわなんだこれってポーチ開いたら、うわなんだってなったら、うん、アイブロウパウダーが散乱してましたね。こんにちは。眉毛が濃くなっそうなの。眉毛さ、脱色したいよね。私もともと眉毛すんごいある人間だからさ、眉毛を整えてさらに脱色したいという願望、うん、アイシャドウ今日はこれです。別荘買っちゃう？いいよな、軽井沢に別荘。いつも大型連休の度に別荘に行きますっていうお嬢様になりたいね。でもな、今はそんなに行くタイミングがさないじゃないですか。あの、ありがたいことにあのアイドルをさせていただいているので、いつお休みなのかがちょっと不明じゃないですか。こう確定してあんまりないから、そんな軽井沢に何日か行くみたいなのないと思うんだよね。って考えたらちょっと貯めといて、まとめて連休が取れた時に海外に行きたい、ハワイに行きたい。ユウはもうずっと言ってる、ハワイに行きたい。砕けたの粉々って。あのね、ポーチの中でこのアイブロウって中に筆が入ってるんですけど、これが粉を削って削って、あーってなった。でもまあ使えなくはないので使ってますけどね。そう、ポーチの中にぶちまけられちゃって、それでもなんか一方のポーチはこのコンシーラーがぶちまかれて、めっちゃ他の化粧品がコンシーラーだらけになって、一方のポーチはこっちが粉々になって、全部アイブロウだらけになって、アイシャドウはこちら、キャンメイクのシルキースフレアイズマットタイプの1番です。今日はどこ行くん？ぜひ私のメールをご確認ください。夜に荒川のショッピングセンターに行きたいな。わかる！ユウが MC で話してたのはそういうこと、荒川に行きたいってこと。ユウアラモアナ大好きなんだよ。こんにちは。
アイラインは集中して描きましょう。はい、アイブロウ何番ですか？2番。ポーチの中で化粧品がシャッフルと大変なことになる。そうなの、それが起きちゃって、ここ2週間3週間ぐらいで立て続けにコンシーラー、アイブロウ、本当だよね、そんな感じ。キャンメイクいいよね、いいよね。でも今おばあちゃんが旅行に行ってるんですけど、私も連れてってって感じなんですけど、おばあちゃんとおじいちゃんとおじが海外旅行に行ってて、そのお土産になんかブランドの化粧品何か欲しいのあるって聞かれたから、ディオールのアイシャドウ欲しいって言っといた。だからお土産で買ってきてくれるかもしれない。私も行きたかったよ。皆さん海外旅行をしたことある方はどこが一番楽しかった？でさ、私がさ、なんでって思ったのはさ、全然多分おばあちゃん的に悪気はないんだけど、こっちはこんな感じのご飯ですよみたいな、結構ね長い海外旅行なんですよ、うちのばあちゃんたち。それで多分こっちはこういうご飯食べてて、こういうもう毎日こういうご飯です、日本食が恋しいよって言って写真が送られてきたんですけど、私からしてみれば海外に行ってるんだからそんな文句言わないでよって思うんですよね。こっちは行きたいって言ってんのに連れてってもらえなかったんだから、そんなご飯が日本食が恋しいとか言わない、私に向かってって感じ。満喫してきなさいって思っちゃった。おはよう、初見です。初見さんどこの、なんか見たこと、ニュージーランド、あーいいね、行ったことないけど。私は韓国とオーストラリアとハワイです。あとフィリピンかな。こんにちは、アメリカ、イタリア、香港、ハワイ、タイ。ほっ、いいね、みんなみんな充実してるね。ロスもいい、あーいいね。こんにちは、ロンドン、いいね。日本食恋しくなるの分かる、分かるんだけど、それは海外旅行してる人たちで共有してもらっていいっていう感じだったの。日本にいるからいる私って。あなたいい声してるわね。ありがとうございます。よく言われる、声低いって。私のチャームポイントは声です。こんにちは。リップはリップモンスターの7番ラスボスっていう色ですね。
今さ、なんか海外ってなんか私のイメージなんですけど、もう絶対これ縦に口入らんだろうっていうレベルの大きさのハンバーガーあるじゃないですか。あれが猛烈に食べたくなる時があるんですよね。人間の口の範囲知ってますっていうぐらいのさ、そういうのが食べたい。串に刺さって出てくるやつ。そうそう、リップ落ちに、色落ちにくい。そうなの、これだから公園、完全に今公園に出る時の メイクしてるわ。マスカラは最近買ったメイベリンのやつです。これ前も話したんですけど、私まつげは母譲りで、もう全然キープん？落ちてこない？上げたまつげが落ちてこないタイプなので、あんまりマスカラこだわりなかったんですけど、まあどっちかっていうと伸びるとかボリュームとかダマになりにくいとか、そういうので判別してたんですけど、これはなんかウォータープルーフだし、キープ力がすごいとかなんとか言ってて、私あんま分かんないんですけどね。できましたー。今日はプリ取るの？プリ分かんない、取んのかな。なんかリリノチンからさっきボイスメッセージが届いた。今聞けないけど、角度で本田美優ちゃんに見える。嬉しい。なんか春にも言われた。なんかぼーっとしてるとこの顔が似てるんだって。笑った笑って変な声出すと似てないけどって言われた。で先ほどのキープミストをかけたら完成。よし、お出かけできちゃう。こんにちは。乾かして。笑って変な声出してないことあんの？ない。ずっと変な声出してる。って言ってる。よし、前髪が変なことになりました。
あ、ピンで止めるとこの代償があるよね。元ゆねちゃんデートしよう。いいよいいよいいよ。化粧って乾かすもんなの？さっきあのキープミストってかけたじゃないですか。あれが乾いたら落ちにくいくなる、そういうことです。前髪伸びるの早いよ、めっちゃ。だってこの間さ、そんなことないよ歌ったばっかりじゃない？それなのにもうこんな伸びてる。ピンを左右にすればいい。なんかこうしたらこう分かれちゃう。こうやって途中でこっちに変えればいいんだよね。花粉症今大変なの。ゆうなさん花粉症大丈夫なの？大丈夫じゃないよ、鼻水出てる。それでは行ってきまーす。てなことで、私のメイク配信に付き合ってくださってありがとうございました。ちゃんと夜までに帰ってきてたら夜の配信もしようと思います。13位ビールバラさん、ありがとうございます。12位マサ佐藤さん、ありがとうございます。11位シュウさん、ありがとうございます。10位みなさんさん、ありがとうございます。9位つとむさん、ありがとうございます。8位ゆうきさん、ありがとうございます。7位埼玉のりゅうちゃん、ありがとうございます。6位レオナさん、ありがとうございます。5位としさん、ありがとうございます。4位アベベさん、ありがとうございます。3位サバサンドさん、ありがとうございます。2位音速の貴公子さん、ありがとうございます。1位新潟和さん、ありがとうございます。楽しんでくるよ。今日はシグナル行ってきます。あら信号行ってらっしゃい、楽しんでね。皆さんも今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それでは時間的には今日も一日頑張ろう。バイバイ、ごきげんよう、おやすみかっこかり、バイバイ。